アルカセル・キビールの戦いは、1578年8月4日、モロッコのアルカセル・キビールで行われたポルトガル軍とサード・アッサ・スルタン軍との戦い。モロッコ側からは、マハザン側の戦いという、申請したポルトガル王セバスティアンは、敗れ、戦死した。1557年ポルトガル王ジョアン3世が、没すると、孫のドンセバスティアンが即位した。 父ドン・ジョアンの死後に生まれた息子である。幼少であったため、ジョアン三世王妃のカタリーナが、摂生に就いたが、カタリーナは、スペイン王カルロス一世の妹であり、スペインの影響力が、ポルトガル王室に浸透し始めた。セバスティアンは、イエズス会の強い影響力のもとに教育され、1568年神聖に就いたが、政務に興味を示さず、 十字軍戦士となることを熱望し、北アフリカの征服を無双するようになった。また、この頃には、ポルトガル海上帝国のインド洋における故障、貿易独占体制は破られ、イスラム教徒の公開貿易によって、ベネツィアの故障貿易が復活するようになっていた。このため、インドに代わる新たな植民地をポルトガルに近い北アフリカに建設しようとする動きも出てきた。 一方、モロッコでは1578年、サード朝、第四代スルタンムレー・ムハマットが、オスマン帝国の支援を得た叔父の群れ、アブデル・マルクによって、王位を奪われる事件が起こった。ムレー・ムハマットは、旧敵のポルトガルに亡命し、セバスティアン王に援助を求めた。北アフリカ征服を無双するセバスティアンはこれを、絶好の好奇とみなした。 当時のスペイン王フェリペ2世は思いとどまるよう説得したが、ドンセバスティアンは7月14日、6000人の外国人洋兵を含む1万7000人の大軍を率いて、ムハマットと共にタンジールに上陸した。十字架を高く掲げるポルトガル軍は、炎熱と兵糧不足に苦しみながら内陸へ進軍したが、スルタン・アブデルマルクは大軍を率いて、ルコカー沿いの腐る。 エルケビールで待ち受けていた。8月4日両軍は開戦し、ポルトガル軍は優勢なモロッコ軍に押されたものの、下記の力で盛り返した。だが、セバスティアンの稚拙な作戦のため、退いたモロッコ軍を深追いし、モロッコ牙の伏兵による奇襲を受け、大損害を出して敗北を喫した。この戦いで、モロッコの前スルタンムハマットは戦死し、セバスティアンも行方不明となった。 捕虜にもなっていないことから戦死とみられる。また勝利した、モロッコのスルタンも戦死しており、三王の戦いとも呼ばれる。セバスティアン王はまだ24歳で見込んであったため、ポルトガル王は摂政だった王王子で、数奇教のドン・エンリケが、エンリケ一世として継いだ。しかし、エンリケは、老齢の上独身で、四継がなく、即位時点で、後継者問題が起こった。しかも、 アルカセルキビールの戦いで、多数のポルトガル貴族が、モロッコの捕虜となり、巨額の身の白金支払いのためポルトガルの財政は、破綻。1580年エンリケ1世が死亡すると、スペイン王フェリペ2世によって、同君連合の形で60年間スペインの支配下に置かれた。フェリペ2世は、ポルトガル王ジョアン3世の妹イサベルと、スペイン王カルロス1世の息子であり、 ポルトガル王位継承権を主張したものである。この後、ポルトガルは長くスペインの支配下に置かれるが、セバスティアンの遺体が見つかっていないことから、セバスティアン王は生きており、いつの日か、ポルトガルを解放するために戻ってくるという伝説が、広まった。一方、勝利したサード長は、ムレイアブデルマルクを継承した、アフマド・アルマンスールのもとで全盛期を築く。ありがとうございます。